今日の晩ご飯は久々にチーズトーストとあといつもの城ヶ島メニューです。ニンニクもかけます。今日は半日だったんで、お礼参りに猫神社、先玉神社行ってきました。それでもう動画上げたんですけど、てんちゃん今日は日向ぼっこしてました。で今日動画3本上げ撮ったんで、またおいおいと上げます。よし、ニンニクたっぷりピザトーストでーす。あとまたサバ半身作りました。焼きました。焼いたっていうかレンジでチンなんですけど、ここにお酢かけて食べます。そういつもねお酢をね小さじ2杯ぐらいかけてるんですよね。でこの油もあるじゃないですか。この油がいいらしいんで、これもね飲んでます。お酢と一緒に。で、今日はキムチ納豆に送られました。もうこれでも病人食です。あと昨日作り置きしといたささみのサラダ炒め、これも今レンジでチンしました。ではいただきます。あとはいつも通りの野菜とかサラダかのメニューです。ではいただきます。ああ、城ヶ島行きたーい。